領はいらん。どっからでも打ち込んでこい。超回り。どうした上野。くそ、お前それでもマットの一員か。畜生、ゴーは新入生だぞ。強いなこいつ。バカ言え、ゴーは今日初めて死体を手にしたんだぞ。私がお相手します。岡田今余談の腕前だ。俺に勝ったようにはいかんぞ。勝負一本始め。初めて竹刀を持ったというのは嘘ね。本当です。そうだとすると私は素人に負けたことになるわ。ゴー、今度は俺と勝負だ。勝負一本ジュッ。押すダーッシュッ。全く負ける気がしない。そうか、俺はウルトラマンなのだ。ウルトラマンとしての超能力が俺の力になっているんだ。一本。いや、凄まじい技だ。お前がもし受け止めてくれなかったら首の骨を折るところだったよ。ゴー、俺と来い。テストの結果、豪太には全ての面において相当な実力を持っている。私の目に狂いはなかったわけだ。これからもマットの一員として一層努力してくれよ。はい。海上オイルプラントオソワルの情報は直ちにマット本部に届いた。南隊員、この前海へ逃げたやつですよ。よし、今日こそ仕留めてやるぞ。奴は東京湾を住処にし始めた。マットサブで海底攻撃を加えるべきだと思う。もし攻撃に失敗したらどうなる。じゃあこのまま放っておけっていうのか。いつまたプラントが襲われるかもしれないんだ。しかし確実に撃退できる可能性がない限り海底まで追う必要はないと思う。町に上陸しないだけマシだ。だが放っとくわけにもいかん。作戦はこうだ。マットサブ1号2号で二手に分かれて海底を探査する。発見次第互いに連絡を取り合って攻撃作戦だ。 Z 弾はできるだけ接近して口の中へ打ち込め。分かったな、ゴー。分かりました、隊長。安心して見ててください。実戦は射撃場とは違う。甘く見るなよ。
任せておいてください。こいつ、やいに自信満々だな。作戦はあくまで冷静沈着に協力してな。はい、はい、これがマット本部ご自慢の海底基地である。司令室、作戦室、格納庫、訓練所などマットの全てがこの海底基地の中にある。こちら1号、1キロ以内に怪獣を捉えた。了解、直ちにそちらに急行する。南隊員、見つけ次第やっつけちゃいましょうよ。作戦はあくまでも忠実に守るんだ。俺たちだけでやって失敗したらどうするんだ。はあ、2号を待って攻撃開始だ。怪獣の1匹は2匹なんですか。になってやる。ウルトラマンになれ。どうしたんだ。ウルトラマンになれ。畜生、どうして変身しないんだ。どうして俺たちが到着するのを待てなかったんだ。勝手に攻撃してその上逃がすなんてなってないぞ。すまん。すまんで済む問題じゃないと思うな。南隊員は負傷してるのよ。しかし責任は責任だ。怪獣は手負いのまま逃げた。今度現れたらものすごいことになるぞ。すいません。一号の艇長は俺だ。俺が撃てと言ったからゴーが撃ったんだ。責任はすべて俺にある。そんな、お前は黙ってろ。隊長、すべて私のミスです。処分は私だけに。そうはいかん。出やがったな。まだ撃つな。2号を待って攻撃開始だ。怪獣の1匹は2匹なんですか。すいません。坂田さんが君の入隊を許してくれたとき、私は正直心の中で手を合わせた。それほど君が欲しかったのだ。だがどうやら私の目は狂っていたようだ。
君は作戦を無視して勝手な行動を取った。したがって隊員としての資格はない。直ちにやめてもらう。隊長、坂田さんのところへ帰るため。隊長、ゴーは初めての出撃で気が動転していたんです。誰にでもあるミスじゃないですか。ゴーの取った行動はミスではない、身勝手な思い上がりだ。わかりました、坂田さんのところに帰ります。ゴー、ほっとけ。でも隊長、俺はウルトラマンになれなかった。やめてマシンを組み立ててる方がいいんだ。あら、ママちょっとお願いします。いいわよ。俺マットやめてきちゃったよ。本当？うん。アキちゃんまでがっかりすることないだろう。うん、半分はがっかりだけど、あとの半分は嬉しいの。だってゴーさんが帰ってきたんですもの。兄さん、こんにちは。ゴーさんね。加藤隊長から連絡があった。ゴーを返すと言ってきて。坂田さん、流星2号を作りましょう。きっと優勝します。賛成だわ。やめろ。だってレースの優勝は兄さんの執念なさだったでしょ。5年前優勝寸前にスピンして足を怪我して。アキ、坂田さん、坂田さん、一体どうしたんです。マシンのことになると夢中になったあんたが。俺はもう お前と組むつもりはないんだよ。何ですって？これから5年としてお前は一体いくつになるかな。レーサーとしては塔が立ちすぎてる。組むんなら俺はもっと若いやつと組んで。それ本当ですか、坂田さん。鈍いなお前も。その気がないなら何でお前をマットへなんかやるか。畜生。ひどいわ兄さん、あんまりよ。アキ、今一番豪に必要なことは一人で考えることだ。俺は確かに思い上がっていた。ウルトラマンであることを誇らしく振り回そうとしていた。その前に郷秀樹として全力を尽くし努力しなければならなかったんだ。下がって第一ポンプを調べてみよう。隊長、もしかするとこれは怪獣の仕業か。やつは傷を負っています。どんなことをしでかすか。よし、岸田、上野、警察に行け。はい。こちら岸田。川崎沖に相当多量の原油が浮上しています。了解、そのまま偵察を続行せよ。了解。
ちら岸田、怪獣が出ました。了解、すぐ現場へ急行する。よし、君は残れ。いや、私も行きます。怪我人は明日まとになる。岡君。はい。隊長、隊長。よし。地下室に作業員が閉じ込められたままになっているそうです。よし、私が行く。隊長。お、ミランか。私が行きます。大丈夫か。大丈夫です。よし。廊下は塞がれてしまった。他に出口は。あそこだけです。あれは何だ。大井だ。大井タンクがやられた。くそ、出口なしか。よし、行くぞ。いいか。遅いな、南は。隊長、郷さんです。必ず来ると思った。南隊員、南隊員、大丈夫ですか。南隊員、豪華、この人たちを早く。おい、しっかりしろ。
かっこいい。いらっしゃい。いいよ。いいな。坂田さん。いや。今日はお礼に伺いました。お礼？ええ。あなたのところから戻った後は立派に立ち直ってました。もう日の打ちどころのない立派なマットの一員です。そりゃよかった。ところで、私の方からもお願いがあるんですが。おう、何でしょうか。休暇の時で結構です。号を貸してください。流星2号を作りたいんです。坂田さん、本当ですか、それ。うん。俺たちの夢なんだ。大事に育てよう。よかったわね。バカ。泣くやつがあるか。だって嬉しいんだ。嬉しいんですよ。承知しました、坂田さん。レースの日には私も応援に行きますよ。よろしくお願いします。チロ、お小遣いあげるわ。へえ、ちゃっかりやらないじゃん、珍しい。はい。おお。一番星を見つけたからよ。ほら。本当だ。幸せなんだな、秋は。ああ、どうして。一番星は幸せな人間にしか見えないと言われてるんだ。幸せよ、とっても。行方不明になった隊長を救おうと、ゴーは霧吹き山へ飛んだ。だがそこは怪獣たちが住む魔境だったのだ。隊長の命が危ない。ゴーは2匹の怪獣を相手に戦わねばならない。ゴーはウルトラマンに変身した。